皆さん、竹山紗理子です。今日は参議院選挙3日目です。元気に頑張らせてもらってます。昨日6月23日は沖縄慰霊の日でした。私、戦争体験された方から、広島長崎に被爆された方から、救助を守ってください、核兵器も基地もない日本にしてくださいと、世界にしてくださいと託されてます。必ずこの願い国会で届けたいと思います。それと今日北の白梅町でタウンミーティングがありました。何人かからご質問いただいたんですが、その中で10代の方かなが、気候変動対策やるのは大事だと思うけど、なんか節約とかしなあかんし、しんどくなるんちゃうかなって、2050年自分が生きてる時代どうなるんやろうっていう質問いただきました。ご安心ください。気候ネットワークという市民団体の方々が各政党の気候変動対策採点つけたら共産党満点取りました。なぜならば財源をしっかり示しているということと、それとこの CO2 削減するということがむしろ日本の経済を発展させる、成長させる、雇用も生み出すんだっていうところに高評価いただきました。なので安心して竹山紗理子を応援してくださいって言いました。皆さんと一緒に持続可能な未来のためにも気候変動対策、そして農業を大事にする社会、ご一緒に作っていきましょう。原発も北陸新幹線も止めていきます。比例は日本共産党、そして選挙区は竹山紗理子。行くぞ国会。